ちは、そっかあくぼです。今日もそっかじく TV をお届けします。実はですね、僕も忘れてたんですけど、10月15日またこのインターネットビジネスのですね、報酬の支払い日、受講生さんがですね、もう工夫と、まあね、凡事徹底を重ねた結果が現金になってあなたの口座にドカンと入る日が15日だったんですね。僕も忘れてて、ついさっき口座に確認に行って、まあ何ですかね、パンパンにお財布になったわけなんですけども、いやーすごい、あのあれですよ、毎日されてる仕事の他にプラスアルファ入金があるわけなんですよ。普段使ってない口座に何万と、まあ人によっては10万前後とかあるんですけども、これがですねずっと続くんですよ。これが同じことをずっとやってれば、これすごくないですか。しかもですね、売り上げを加速させる方法、いろんなツールを使ったらね、さらにさらにたくさんの人に、社会に価値を与えて、その報酬が我々に、まあ、いろんな方からですね寄せられると。しかも商品を買った方とかサービスを受けられた方は非常に良かった、価値を感じて、ありがとう、売ってくれてありがとう、やってくれてありがとうって感じでお金をくださるんですよ。そしてリピートも起きてくると。これからですよ、販路ができた、販路ができて、もうこの0から1ですね、0っていう販路から1ができた、0っていう商品が1になった時、0っていう販路が1になった、これをバババババと加速してですね、あなたの明日の収入源。しかもインターネットビジネスのいいところは、ウェブ上にサービスを置いといたら、このウェブ上のシステムが営業してくれるんですよ。あなたがね、あの家にいても、寝てても、お風呂入っても、まあほんとぶっちゃけですね、あの何をしてても収入を、その切り口を開けてくれると。そしてウェブ上にあるデータはもう半永久的に残ると。いつまでたっても10年経ってもこれを稼いでくれるというシステムをね作ってくれるんですよ。この結果が10月15日また来たということでですね、7月20日速稼塾を受講された方は2度目の報酬になるわけです。これが3度目4度目5度目いや一生続くんですよ。ビジネスですからね、価値を提供し続けさえすればずっと続いていくんです。でもですよ、この金額に満足して終わってしまってほしくないなと思います。まあ、5万前後とか、中には10万前後とかもいるでしょう。これで満足してダメです。この10万の桁をですね、どんどん積み上げていって、ぜひもう一桁上、まだ先は長いですけども、もう一桁上に這い上がっていきましょう。ゼロをですね、もう一桁上ですよ。ここの方はこう、速稼塾の方でゼロから、もう1からじゃないです、ゼロから学んでいければこの数字が作れるんです。ぜひね、1回目受講、2回目受講、3回目受講に終わらずに、10回目まできっちり受講して結果を出してください。もうすでに全コース前倒しで終わっている方もいます。その方はですね、もう本当近いうちに僕と今度はビジネスパートナーとして一緒にサービス商品を作って、この広島という地から中心に打ち出していこうかと思います。広島ヒルズ計画順調に進んでおります。100人の年収1000万の一人事業家を集めて10億のホールディングスを作っていく。まだこれは妄想でお笑いですけども、近づいています。なぜならそこへ向かっているからです。だから近づいているんです。では次回の速稼塾 TV でまたお会いしましょう。速稼久保でした。